皆さんこんにちは、レジスターです。今回はズートピアで学ぶ英語ということでやっていきたいと思います。ズートピアにはいろんな素敵なセリフがあるんですけど、その中のセリフを厳選して皆さんに英語を勉強する材料にしてほしいなということで今回はやっていこうと思います。まず一つ目なんですけども、ニックがジュディに対して自分の幼少期の辛い思い出を打ち明けるシーンってあるじゃないですか。ゴンドラに乗ってるすごい印象的なシーンだと思うんですけど、その中のセリフ、僕のお気に入りのセリフです。これをやっていこうと思います。 I learned two things that day. One, that I was never going to let anyone see that they got to me. ここなんですよね。これは、どういう意味かっていうと、俺はその日に2つのことを学んだ。1つ目は俺が傷ついているのを決して誰かに見せないということっていうことなんですよね。で、まず流れを見たいので次のセリフも行くんですけど、この後にジュディが and to って聞いてるんですよね。この and to は2つ目はっていう意味なんですけども、で、その後にニックが that if the world's only going to see a fox as shifty and untrustworthy, there is no point in being anything else。 これはどういう意味かっていうと、世界が狐をずるくて信頼できないというふうにしか見ないんだったら、それ以外になることに意味がないということっていうので2つ目の学んだことを言ったわけですね。で、ここで最初の文に戻るんですけど、じゃあこれどういう文章の構造をしてるのかっていう話なんですが、まず最初の文章の I learned two things that day. One, that I was never going to let anyone see that they got to me. この let anyone see っていうのがここの、ポイントかなと思います。この let anyone see っていうのは、let 人動詞の原型の順番で並べることで人に〇〇させるっていう意味の構造になるわけですね。ここがポイントです。そしてもう一つのポイントっていうのが時制の一致ですね。時制の一致ってちょっと難しく聞こえると思うんですけど、これはどういうことかっていうと、過去形だったら過去形で揃えようねみたいな話です。過去のことだったら全部動詞を過去形にしないといけないよねっていうことなんですけど、ここで見てみると I learned、 learn の過去形の learned になってます。なのでこの文章は過去形のことについて、過去のことについて話してるよっていうことがわかるんですよね。で、そのまま続きを見ていくと that で就職した後に I was って書いてますね。この was っていうのも過去形ですよね。だからこの文章は時制がちゃんと一致してる正しい文章っていうわけです。で、この後に、that theygot って入ってるので got もこれ過去形ですよね。 learned と was と got、 この3つの過去形の時制が並んでるので、この文章は時制に一貫性があって文法的に正しいということになります。じゃあここで問題なんですけど、この let anyone see の see、 この see って see saw seen で現在形じゃないですか。 let anyone see、 これなんで see は現在形なのみたいなふうに思うと思うんですけど、これどういうことかっていうと、 see っていうのはこの let 人動詞の原型の文法の中の、一つなので、ここの see に関しては原型じゃないと意味が変わっちゃうんですよ。なのでこの let anyone see の構文を守るためには、この see は原型じゃないといけないんですよね。現在形じゃないといけないんです。なのでここでは see は現在形のまま、他の動詞に関しては全部過去形っていうことになってます。これがね、ちょっとややこしいかなと思ったので説明しました。そして補足なんですけども、 I was never going to let anyone see that they got to me。 ここはね、ちょっと難しくて、この2人の会話の後に Never let them see that they get to you っていうのがあるんですけど、これどういうことかっていうと、やつらにお前がイラつかされている様子を決して見せるなっていう意味なんですけど、これ簡単なように見えてこの文章結構難しくて、誰が誰に何を言ってるのみたいな感じなんですよね。で、まず誰に言ってるのかっていうと、ニックがジュディに対して決して見せんじゃないって言ってるんですよ。で、何を見せんじゃないって言ってるのっていうと、 That they get to you、 やつらがお前をイラつかされているということを見せんなよって言ってるんですね。ちょっとこんがらがってきますよね。これ、つまりはニックがジュディに、傷ついてたら負けだぞって本編では訳されてるんですけど、そういうことなんですよね。これちょっと簡単なんだけど、誰が誰にっていうのをしっかり着目して方向を確かめないと、なんて言ったんだ、
どういう意味だってなっちゃうんですよね。これはすごく難しいところだと思います。そしてジュリーのセリフ and to、 もうここはそんなに、そして2つ目はっていう意味なのでそんなに難しくないかなと思います。で次のニックのセリフ、 that if the world's only going to see a fox as shifty and untrustworthy, there is no point in being anything else。 ここはちょっと長くて難しいかなと思うんですけど、まず単語の確認でいくと、この shifty っていうのがずるいっていう意味で、これまあ移り変わりやすいっていう意味での、まあ、シフトするとか言うじゃないですか、まあ、シェフティーって言うとずるいっていう意味になるっていうことですね。で、untrustworthy はこれ trustworthy が信用できるっていうことなんですけど、それを打ち消してる on で打ち消されてるので untrustworthy は信用できないっていうことになります。文法の構造からいくと、この that から始めてるんですけど、この that から始める文章って普通あんまりないですよね。これどういうことかっていうと、この2つ目はってジュディが聞いてるんですよ、最初の文章で。And to って言われた後のこの to を修飾する形で that if なんとかなんとかなんとかって言ってるわけですよね。これはあんまり会話の中以外では出てこないような感じかなと思います。ここの最後の、ところに there is no point in being anything else、 ここの there is no point in っていうのは結構品質してくる表現かなと思うんですけど、そこに、意味がないっていう意味ですね。 being anything else、その他になること、それ以外になることっていうので続いてるので、それ以外になることに意味がないということになります。ここら辺の前半の文章は、まあ、この if とかでもしもっていう仮定で話してたりしますね。なので最後に訳文を読んでいくと、俺はその日に2つのことを学んだ。1つ目は俺が傷ついているのを決して誰かに見せないということ。2つ目は世界が狐をずるくて信頼できないというふうにしか見ないなら、それ以外になることに意味がないということっていうことになりますね。はい、皆さんどうでしょうか。それとは別の場面に行きたいと思うんですけど、これは少し面白い、セリフですね。 I mean, I am just a dumb bunny, but we are good at multiplying っていうセリフなんですけど、これジュディのセリフですね。これはニックがその税金を脱税してた時にジュディがお前脱税してただろうっていう話をしてる時の、まあ、セリフなんですけど、ここで面白いのはまずこの、文章の訳文は、私はただの間抜けなウサギなんだけど、でも掛け算は得意なのっていうことなんですけど、これまあ聞いただけだと、その税金の、まあ、何年間12年間脱税してたから、それをかけてるから計算してるのが得意なんだよねっていう意味なんですけど、ディズニーとしては結構攻めた大人なジョークだったりもするんですよね。これこの But we are good at multiplying、 multiplying ってどういう意味かっていうと、掛け算っていう意味なんですよね。で、掛け算って、まあ、普通に考えたら、まあ、その税金の脱税の額をその計算してるから掛け算が得意だと思うんですよ。子供はそこで終わるんですけど、大人の視点で見ると、まあ、このウサギっていうジュディの種族はネズミ残式に子供を残してどんどん爆発的に増えていくっていう意味があるんですよね。で、このマルティプライングの掛け算っていう言葉に連想それがさせられて、ウサギの繁殖力の高さっていうのも実は言ってることになるんですよ。これ面白いですよね。だから性的なジョークだったりっていうのもディズニーのこの作品の中には実は含まれてるんですよね。ここのちょうどいいバランス、すごいね、面白いなと思いました。そして最後、ここは全ディズニーファンが惚れ込んだ場所なんですけど、僕もね、ニック・ワレド大好きなので、このシーン大好きなんですけど、 You know you love me. Do I know that? Yes. Yes, I do. ここですね。ニックが You know you love me って言って、ジュリーが Do I know that? Yes. Yes, I do. って言ってるんですけど、まあ、これ訳すと結構これ簡単なね、文章ではあるので分かる方もいらっしゃると思うんですけども、俺のことが好きなことを君は分かってるだろってニックが言うんですよ。で、ジュリーが私は分かってるのかしら、うん、そうねって答えてるんですね。このシーンはね、ずるすぎるね。これさすがにずるい狐ですね、うん。で、ここの、まあ、文法的な解説でいくと、最初のニックの You know you love me、 これはそのいわゆる that で就職するパターンの文章の that を抜いてるパターンって感じですね。なので、この文章を言い換えるとすると You know that you love me とも言えます。 that を間に入れ込んで言えますね、はい。ここはそんなに難しくないかなと思いますね。で、ジュディの Do I know that? Yes, yes I do。 これは例えば Do you know? って聞かれたら
Yes, I do って答えるみたいな。そういう感じで do を使って答えるっていう、そういうことですね。ということで、ズートピアで学ぶ英語どうでしたでしょうか。説明がうまくできたかわかんないですけど、もし皆さんがズートピアを理解する助けになったら嬉しいです。また英語の知識も高まったならとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。